多分一番昔から僕自身がクソリコをつけてた側なんで、クソリコをつける人の悪口を言いたくないんですよ。それで匿名での発言ってやっぱり重要だと思っていて、実名でね、例えばあの経営者でX やってる人、もう誰一人本当のこと言ってませんよね。社会で何の発言もできないで、ザキシキワラシのように閉じ込められてるような人たちっていうのが昔はたくさんあのいたんだと思うんですよね、はい、でそういう人たちが今ネットに出てきて、まあ、そうするとまあろくでもないコメントをするわけですよ、はい、でそれ僕ねやっぱりね受け止めてあげるべきじゃないかと思うんですよね。だってそれって社会が生み出したある矛盾でしょ。その矛盾を今までないものとして、はい、あそれ無視してきたわけですよ、うん、生み出したのはやっぱり社会だと思うんですよね、うん、あのそういう人を阻害した、うん、なるほど、そこに対して僕はやっぱり本当は寄り添うべきなんだよなというふうに